皆さんどうもこんにちは、ゆずきももです。今回は、今自分が、モデルで作っている、この、モデルキャラクターモデルの、このヒヤヒヤの部分の作り方を、応用して、フリルの作り方を、紹介していこうと思います。それでは、早速やっていこうと思います。ではまず、シフト A キーで、円を追加してください。円の頂点数は、20にしてください。で、20にできたら、モデリングタブで、このように頂点を出しておきます。で、この頂点を出した状態にしてから、E と Z で、面を、頂点を押し出して、このように円柱を作ります。で、作ったら、レイアウトタブに戻って、右クリックで、スムーズシェードをかけてあげてください。で、それができたら、真ん中に、このように、ループカットを入れてください。こんな、図形ができたと思います。そしたら、1個、この頂点を、選択したら、2個頂点を飛ばして、選択。で、また2個頂点を飛ばして1個選択を繰り返してください。そうすると、こんな感じになると思います。ちょっと一個合わなかったんですけど、大丈夫だと思います。で、そしたら、このように、外側に出してあげます。で、ここに外側に出せたら、ここ、ですね、この外側に出したところの、頂点の間に、ループカットを一つ、このように入れてください。両端に二つ入れるのが望ましいです。そしたら、このように、下にやって、SX などを使って、このような形作っています。で、このように、下から見て、このような形が作れたら、次に、この下の根元部分を取って、S キーで少し、ここに縮ませてあげます。その時に、多分、ここまたちっちゃくなるので、ここも、それに合わせて大きくしてください。で、それに合わせて、ここも、このように調節してください。ここ、フリルなので、ちょっと丸みを帯びる感じで、やります。で、それを、一応まっすぐ手に、やっていきます。大体、大まかになって、こんな感じになったと思います。まだ本当に、フリルの面影がないんですけども、一旦ここでサブディビジョンサーフェイス入れてあげて、先端がちょっとこうフリルっぽくなっているのを、確認してください。大体、こんな感じになっていれば OK です。で、次に、ちょっとここ見栄えが悪いので、ここから先にやっちゃいましょう。ここの、谷の頂点から、この頂点の間にループカットをこのように1本入れてあげて、でここを、このように、下げてあげます。で、反対方向も同じようにループカットを入れてこのように下げてあげます。で、あとは、これの位置を調節して あとはいろんな方向から整えてあげると、こんな感じになると思います。で、それを、こっち、2個間隔に開けたので、これの、さっきやった、この真ん中の部分ですね。ここからこの頂点の間に、今度はグループカットをこのように入れてあげて、あとは、少しこれを奥に、持っていくだけ。で、あとは、ここ。このようにちょっと間が空いてると、なんか変な感じがするので、思い切ってもこのように広げちゃってください。ここをこのように頂点被ってても、
一度大丈夫です。まあ、大体こんな感じでやれました。なので、最後は、まあ、この頂点4日見るとまだぐちゃぐちゃなので、そこを、はい、今一番下のこの、ヒヤヒヤ作った頂点全部選択しちゃって、あとは、S キーを押した後、Z を押して、で、0って押すと、このように、はい、頂点の、まあ、Z 軸、まあ、頂点すべてが、Z 軸同じ値になるので、使ってみてください。で、まあ、そうすると、まあ、こんな感じの振りが出来上がると思います。で、まあ、これ今、間隔かなり大きく開けたので、すごい変な風に見えるんですけども、まあ、もうちょっと、間隔を、まあ、狭めて、このヒヤヒヤの細くすると、もっと見栄えが良くなると思います。まあ、それか、この、まあ、上の頂点を、少し、このように動かして、調節してあげるだけでも、かなり、まあ、見栄えが違ってくるんじゃないかなと思います。あとは、まあ、ですね、ここの頂点を、微妙に動かしてみたりして、まあ、自分でちょっと研究してみたりしてください。まあ、今回は、まあ、これで終わろうと思います。で、あと、まあ、今、この服しか、ま、映しないですけども、このモデル、まあ、今、結構本気で作ってるので、動画を出す投稿頻度とかも、かなり、ま、狭まってくると思います。なので、まあ、今月抜けたあたりから、ちゃんと、ま、活動できるようになるので、ま、それまで待ってくれたらいいなと思っています。それでは、また次回お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。